その魔戦終わりました、久しぶりにちょっと大きなクラッシュをしてしまって、まあちょっと首と腰が痛いなっていう感じです。先週のポートランドがすごく、まあ、いいレースだったんで、まあ、今回のソロマも、ポートランド同様、ロードコースで、まあ、すごく、調子良かったんですけども、まあ、ちょっと避けられない、事故でした。まあ、7月2日アービンデレ戦ももうすぐですので、チームと、まあ、最高の準備をして、まあ、勝ちを狙ってレースをしていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。